っていきまーす。意外とうまそうでしょ。ハラハラ。あー、オッケー。ちょっと一回話すことあるんで、ディスコード上に集合してもらっていいですか。はい。ちょっと、僕たちの目標を見失っていたじゃない、今。はい、若干、家をでかいの建てて、高すぎる家賃に追われる生活だけで、このゲームが終わるかもしれないっていう、そういう窮地に立たされてたんで、戦争する相手見つかりました。そこと、今日レイドしないっていうだけで、もう PVP 全然あり。はい、の状態今。今日をレイドしてないっていうだけ。という報告です。仕掛けてきたのか、アスさん。そうです。やってきた、やってきた。よかった、よかった。ファームのモチベーションとかもつながるんじゃない、やっぱり。そうですね。ただ一応、ファーム、ちょっと今やってたんですけど、今2時間で3人かけて、15万だったんですよ、金属片。なので、ちょっと正直、持って2日っす。え、うち？え、うち持って2日っす。分かった分かった。じゃあ、うちはもうタイムリミット付きなんだ。なので、3日以内に戦闘準備をしたいっていう。もうこれ以上家賃は使わずに、全部あと戦闘用の金属券だけに集中して、うん。うん、3日以内に決戦をするのが多分いいかな。了解。じゃあそういう状態になったっていう報告でした。面白くなってきましたね。ナイス。オッケーオッケー。いけいけ。なんだか護衛をつけてね。お前護衛として心の地元のすぎたら大丈夫かよ。ついでになんか取ってきた方がいいものとかありますか。金属パイプがちょっとパッと確認した感じ、うちに420ぐらいなので、まあだいたい2000ぐらい。4倍。高速も必要だから2000。だから2000だから残り1600っすね。買うしかないっすね、 PVE から。ただね、うちその家賃払うのに必死で何も持ってないですよ。スクラップ別にないのよ俺ら。そんなだから、うん、物で交換した方がいいんすよ。物、例えば物で交換っすね。さっき実はちょろっとお買い物行ってきたんですよ。PVE にクリスマスの電光のライトピカピカしてるやつとかで金属片をいくつかいただきました。そういうエンタメ要素ね。そっちのか。エンタメ PV 本当にもうガチ平和ゾーンだったんで、本当にエンタメ、水鉄砲とかでちょっともらいましたね。これ水鉄砲なんですけど。そっか。新世界だな。じゃあ俺 PV 行ってこよっかな。そういうの得意だからさ。 PV 勢何が欲しいんだろう。何が欲しいんだろうな。これとか。うわー、あ、これあれか。ちゃんと明るくなるやつ。これ明るくなんないんすけど、うん、あ、なんないのこれ。これなんないんすよ。まあ明るくなるって売ってくるよ。あ、じゃあまあそんな感じ。明るくなるって。で、しかもこれ、あ、燃料必要ないんすよつって。そう燃料なしで永久的に光る。そう、無限に光るライトなんすよ。いやあとなんか詐欺すんならちょっと詐欺するなら、なんか詐欺って行こう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 。マジで勝った。詐欺してくれ。行ってきます。はい、いってらっしゃい。マジで。なんか J の3人なんか金持ちいるらしいんですよ。だからそこから行こう。まあ詐欺はそういうもんよ。でも金持ちから詐欺するのって正義だから。詐欺じゃなくて。そうなの。詐欺じゃなくて。でとりあえずスタさんが最初こう優しめで、あっきゃ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 、俺がなんか物の価値をガンガン実演係ね。分かった。役割担当分かった。でもう俺がひたすらこれめちゃくちゃ貴重なんですってんで、スタッフさんけど今回はっていう役割で。え、だあれだよね。やったことあるよね、やっぱり。結局詐欺絶対あるだろ。ない人騙したことないよ俺。もう今日初、今日で初めてなんだ。生まれもういずれてもう初今日。うん、これだね。絶対買うんじゃん。これだすげえ。すげえかもしんない。これで買い物じゃん。商業の匂いがするな。いや、まあけど商業って言っても違うんすよこっちとは。だから見て、全部見て、ドアも開いてるよ。バグってる、マジでやばすぎ。もう、あ、嘘でしょ。BB 田舎これ。田舎なの。田舎の家やん。入れた。ありえないでしょ。
明らかに金もだな。てか、うん、なんかラストやり慣れてただけだな。そうだね。一発目からちょっとここは良くないわ。うん、もっとなんかマジ物なんも知らねえ、なんかバカそうだ、なんか。やめとけ、やめとけ、やめとけ。砂漠方面に家多いっつってるね。だから多分港とかのところへんなのかな。なか左奥へ。PVE って全員同じところに住まないと意味ないからみんな集まんのかあっちらへんに。ああ、なるほどね、なるほどね。村ができてるんだ。俺らとだから真逆だね、発想がね。あそこに今あそこにでかい拠点あるからじゃあ反対側かって言って反対側っていうの逆だったわ。でかい拠点あったら周りにみんな住んでんだわ。そもそも。そうかーそうかー。もう根本が違うな、うん、違うめっちゃあるめっちゃあるほらやばい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 出てきだした。家が出てきだした。出たやばいやばいあるわ。どうもーはじめまして、誰かいますか。はじめまして、誰かいますか。うわすげえな家。はじめまして、どうもはじめまして、どうもスタンミと言います。誰かいますでしょうか。誰かいますでしょうか。待って待って、エグい、エグい、大地の人、大地の人、いた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 。え、待って、くだった。これってまずいかもしれない。待って、左やばい、左やばい。イエーイ。なんだこれこれ、あ、これ、これだわ、はい、先生と、マンタ先生のこれ家だわ。あ、ケニさんだ、チェース。あ、お疲れ様です、お疲れ様です。お疲れ様です、お疲れ様です。ご無沙汰です。いいスキンですね。運営さんからいただいて、へぇ、絵描き勢で、うん、あのやらしてもらってるんで、ここケンキさんも描きますよ。あ、じゃあ絵描き、マジですか。絵描き村なんですね、スクラップから。いやでもケンキさんか、ケンキさんやっぱ3000で。なんで値段なんだよ、おかしいだろ。逆だろ、普通逆だろ、普通逆だろ。1000スクラップ今手持ちいないんですけど、俺たち結構素敵なものいろいろ持ってて、素敵なものいろいろ持ってて、これちょっと一回見てもらっていいですか。これちょっと持ってもらって、これね、例えばこの壁とかに試しにつけてもらうと、はい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 、え、めっちゃ綺麗。こんな感じで、しかもこれなんと夜でも光り続けるんですよ、燃料になって。マジっすか。たまんないっすね。紹介します、ごめんなさい、1個これ一応もう運善演するやつなんですけど、今回ちょっとなんと特別にこれちょっと、いや実際に買ったらね、実際に買ったらね、実際に買ったらリアルマネの話ね、実際に買ったら運善する。そうリアルマネです。やっぱ赤坂赤の絵の価値運善か。話変わってきた、話変わってきた。そうか、ケンキさんそういう風に思ってたんだ。いや違う違う違う、これは本当に、いや、わかりました。じゃあ一応これあの白マンタと相談した上でちょっとあの価格のディスカウントの方をちょっと、はいはい、行わしてもらおうかなって思います。じゃあお願いします。いや、でも元気さん、いや、これさ、はい、いや、あれ出そうよ、うん、もう出さないって絶対約束だったけど、え、もう出しちゃう、出しちゃう。ちょっとちょっと待って、出しちゃう、出しましょう。あれちょっと出さないって約束してたやつ、うん、いや、ちょっとこれね、本当にお得意様限定で出してる商品なんですけど、ちょっとこれ本当に、はい、普段は出さないんですよ。なんすかこれ。なんすけどこれね、普段は出さないんですけどね、マジで家の中で出した方がいいかもしれないですね、これ。これマジで雰囲気よくないな、入れてもらった方が。ちいさんちでやっていいのかな、これ。なんでちいさんち入れんの。ちょっとこれ待って、なんでしゃべりしてて、どうすることだ。普通に人んちに遠いな、これ。お腹いってバグってる、マジ遠いよ、ケンキさん、俺んち。これはね、気に入ると思いますよ、マジで。これをつけてもらうと、つけてもらうと、はい、つけられない、はい、なんでどこにもつけられないよ。ちょっと遠いかな。わかりました、じゃあしょうがない、こっち行きましょう。ちょっと待って、ケンキさん、それは、うん、ケンキさん、それはね、うん、これしょうがないもん、だってこれ。そうか、わかりました、出しましょう、出しましょう、出しましょう。これね、もう僕今2個しか持ってない、1個なんですけど、もうこれなんですけど、もうこれなんですけど、これなんと、これなんとクリスマス仕様のチェストボックス、クリスマス仕様のチェストボックス、これ。ちょっと待って、お客さんやりますね、お客さん焦りましたよ。
これも、わかりました。今回もこれ3つセット。これ全部セットです。3つは無理。3つ。ケイキさん、3つは無理。3つは無理。いやもう今回も、今回も、今回も、出した。マジマジで？いや、びっくりしました。いや、かわいい。これなんですけど。ですよね。ですよね。いや、これも、わかりました。今回もこれ3つセット。これ全部セットです。3つは無理。3つ。ケイキさん、3つは無理。3つは無理。今回も、今回も、今回も、出した。マジマジで？ちょっと待って、このコンビ。一筆。ウェーブ、ウェーブ強いって。一筆一筆。これでちょっと、ご一個。これ3つで、そう。どうかなっていう。どうかなっていう。なるほど、なるほど。そうだな、まあ、ケンキさん。だからな、まあしょうがない。やっぱ4000スクラップお願いします。増えてるよ、1000スクラップ。増えてるよ。この価値がガチでどんくらいのもんだかわからないから、まあ、その他の方と、はい、お願いします。はい、お願いします。じゃあもう一応ね、それはもう、一旦お預けしとくので、お預けしとくので、お預けしとくので。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、ありがとうございます。来た来た来た、もう物さえ渡すこっちのもん、物さえ渡すこっちのもん。これはでかいマジてか、この村マジのもれだだってこっちの家置けかなって、他人の家開けて入っていったぞ。